どうもマイクレッドオンズです、マイクレッドオンズついこの間というか、6月25日初のストリーミングライブを行いまして、なんとかね無事に完走したのかな、したんですよ多分、そして次が決まっております。イエーイ。じゃあ塚田君日にちを。はい、7月31日。お、時間は7時31分。おー素晴らしい、よう覚えとった。どうした、なんでかっていうと、なんゼロくんの誕生日。ゼロくんの誕生日なんです。ゼロくん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。で、まあ、この日はねゼロバースで、なんだっけ、ハイブリッドフェスティバル、そうです、で題してね、731、ストリーミングライブをねシャープ2を行いますんで、ぜひぜひ見に来てほしいです。ゼロくん何か。そうですね、まあ俺の誕生日でもあるんですけど、約2名ほど乱入してきたので、ちょっと待って、乱入っていうか、ねね、打ち合わせにもおまけがあるよなあ、ちょっと心外やな、使ってあんまよく聞こえないそうですね、まあこう3月、4月と誕生日できなかったんで、僕もね誕生日ライブができなかったんで、ストリーミングライブという形で、まあ、行われますけど、うん、まあ、どうせなら3人で一緒にやっちゃおうと。そうですね、はい、でまた3人の誕生日は改めてライブでやりたい。ライブでね、はい、またね、うん、はい、雨野くんどうでしょう。そうですね、去年は実際ツアー回って、熊谷、熊谷行きましたけど、今年はそれができないということでストリーミングになっちゃいましたけれども、なんかこうお祝いできる機会作れて嬉しいかなって思いますね。そうですね、よかったです、はい、なんで、7月も楽しみに待っててください。はい、カズヤ君。そうですね、あんなにしゅんさんがごねると、すねると思わなかった。確かに打ち合わせで俺がちょっと言ったけど、うん、いいのかなと思って。かなりごねてほしい。いやいや俺やってもらってないけど。いやいや、そこまでおかしくねえかっていう。でもせっかくなんでね、面白くいいイベントにしましょう。はい、はい、7月31日、またザイクの方でチケットを、発売して、ストリーミングライブシャープ2を行います。ぜひぜひ見に来てください。バイバイ。はい、皆さん、こんばんは。ベースのゼロです。ライブ映像の方いかがでしたでしょうか。これからはね引き続き、先日行われた6月25日、The First The Unfinished Story ストリーミングライブ The First Anniversary のね、ライブの待ち時間の映像の方で起きた、怪奇現象の方をちょっと検証していきたいなと思っています。まあ、そんな感じでね、ちょっと長くなると思うんですけど、一部始終の方を、みんなと一緒に見ていきたいなと思いますので、ちょっと長くなりますけど、ぜひ俺と一緒に見てください。そんな感じで VTR の方どうぞ。
Thank you.
はい、ということで、怪奇映像もいかがでしたでしょうか。そうですね、きっとねこの現象っていうものはね、当日ライブ会場に足を運べなかった、みんなの気持ちが、何かの力に変わって、ね、僕らのいる会場の方に届いた結果だと、思っています。またねこれからも配信ライブも終わると思うので、引き続きねそんな思いを、画面に向けて、そして会場にいる僕らに届くように、強く頑張って配信ライブに臨んでください。それではね、またお会いしましょう。ベースのゼロでした。